CGN テレビをご覧の皆さん、こんにちは。今日は6月28日、日曜日のこのキューティーのお分かち合いです。聖書の箇所は、列王記第2の11章13節から21節まで。そしてタイトルは、神との関係の回復が平和をもたらしますというタイトルで、今日もこのリビングライフの分かち合いをしていきたいと思います。今日の場所は昨日に続きまして、イスラエルで初めての女王様、このアタリアという女王様がいたんですけど、あんまり良くはなかったんですね。あんまり良くはない女王様でした。ですから結果的には謀反が起きてですね、クーデターが起きて、新しい王様に変わります。その時に、変わるその一番ドラマチックなところが今日の聖書の箇所になります。神様がどんなことを私たちに教えてくださるか、期待を持って本文を見ていきたいと思います。列王記第2、11章13節から21節。アタルヤは近衛兵と民の声を聞いて、主の宮の民のところに行った。見ると、なんと王が定めの通りに柱のそばに立っていた。王の傍らに隊長たちやラッパ手たちがいた。一般の人々が皆喜んでラッパを吹き鳴らしていた。アタルヤは自分の衣服を引き裂き、謀反だ謀反だと叫んだ。すると祭司エホヤダは部隊を委ねられた百人隊の長たちに命じて言った。この女を列の間から連れ出せ。この女に従ってくる者は剣で殺せ。祭司が、この女は主の宮で殺されてはならないと言ったからである。彼らは彼女を取り押さえた。彼女が馬の出入り口を通って王宮に着くと、彼女はそこで殺された。エホヤダは、主と王と民との間で、主の民となるという契約を結び、王と民との間でも契約を結んだ。一般の人々は皆、バールの宮に行って、それを取り壊し、その祭壇とその像を徹底的に打ち砕き、バールの祭司マタンを祭壇の前で殺した。祭司エホヤダは主の宮の管理を定めた。彼は百人隊の長たち、狩人、近この衛兵たちとすべての一般の人々を率いた。彼らは王を主の宮から連れ下り、この衛兵の門を通って王宮に入った。彼は王を王座につけた。一般の人々は皆喜び、この町は平穏であった。彼らはアタルヤを王宮で剣にかけて殺したからである。ヨアシュは7歳で王となった。それでは本文から恵みを受けていきたいと思います。今日はですね、この13節14節、いきなりですね、この謀反が成功したというところから始まるんですけれども、こんなふうに書いてあります。アタルヤはこの衛兵と民の声を聞いて、主の宮の民のところに行った。見ると、なんと王が定めた通り柱のそばに立っていた。王の傍らに隊長たちやラッパ手たちがいた。一般の人々が皆喜んでラッパを吹き鳴らしていた。アタリアは自分の衣服を引き裂き、謀反だ謀反だと叫んだと、このように書かれてあるんですね。昨日の箇所でですね、
この小さいヨアシュという幼い王様がいたんですけれども、この人こそ本当に正当に、このユダという国のですね、王権を継承するべき人だったんですけれども、このアタルヤといういわゆる女性なんですけれども、前の王様のお母さんにあたる人なんですけど、この人はまた外国から来ているね、そういう人でですね、ある意味この女王様がユダという国を乗っ取っているという形だったんですね。ところがそれにはやっぱり神様の約束した王様じゃないということでですね、それに対して反対をする勢力があって、なんと親族の中からそれが出てくるわけなんですけれども、そうやってですね、この幼いヨアシュという王様を立ててですね、謀反を起こしてしまいます。で、なんとですね、主の宮に武器やいろいろお金やまた兵士もいたのでですね、一気に王宮というか主の宮を占領してしまってですね、王様がこのようにしてなりますよって、規定された通りにですね、王座に王様がいるわけですね。その幼い少年、そうするとわーっと王様万歳みたいな声を聞くわけですよね。アタルヤはですね、何事じゃということでですね、バーッと主の宮の方に行くわけですね。そうすると王様がバカバカーンと言ってですね、これはこんなことあっていいのか、謀反じゃ謀反じゃと言ってですね、叫ぶわけなんですけれども、時すでに遅しということになるんですね。15節こんな風に書いてあります。すると祭司エホヤダは、部隊を委ねられた100人隊の長たちに命じていった。この女を列の間から連れ出せ。この女に従ってくる者は次で殺せ。祭司がこの女は主の宮で殺されてはならないと言ったからである、ということが書いてあるんですけど、なぜかって言ったら、このエホヤダっていう人はですね、非常に神様を恐れる人だったと思われています。ですからですね、神様が忌み嫌うことはしないというわけなんですね。もし主の宮でこの人の生き死にが行われるならば、その主の宮が汚れてしまうということなんですね。ですからこの汚れてしまうこと、つまり主の宮を汚すということは祭司としては避けたかった。ですから彼女を引っ張り出して、最終的にはどこに連れていくかといったら王宮で、彼女をですね、殺してしまうと、そのようなことになるわけですね。それが16節に書かれてありました。そしてですね、いよいよこの世代交代といいますか、もともとあるべき人が王に戻るわけなんですけれども、17節でこう書いてあります。エホヤダは主と王と民との間で主の民となるという契約を結び、王と民との間でも契約を結んだと、このようにこう書いてあるんですね。なんでわざわざまた神様との契約をね、もう一度リマインドする、もう一度思い起こさせる、そのようなことをしたのかなというふうにいうことを思いますけれども、もう何よりもですね、今まではその偶像礼拝にこの人々がですね、6年ないしはもっとアハズヤのその前の王様の時から少し時代がありますので、ずっと神様を恐れて礼拝をしてきたんですけど、その間かなりの間ですね、偶像礼拝をしていたということですね。ですからもう一度私たちは偶像のものじゃなくて神様のものなんだよということをですね、回復しようとしたということが考えられます。で、後でわかりますけれども、このヨアシュというこの王様は非常に幼いので、事実上このヨアシュという王様がリーダーシップを取ったのではなく、先ほど出ていた祭司エホヤダという人がですね、神様を恐れながら事実上のリーダーシップを取っていた、そのようなことが思われます。ですからやっぱり祭司としては神様との関係を回復させなければいけない、そういう使命を持ってですね、歩んでいたんじゃないかなというふうに思います。ここからもね、私たちは一度イエス様を信じてこの世に変えられているわけですけれども、やはり時々ですね、この世の中に住んでいると、偶像礼拝が周りにあって、いわゆるその何か偶像というね、本当になんか目で見える神様みたいな、そういうもの以外にもですね、いろいろお金であったり趣味であったり、いろんなものが偶像化しやすい私たちの世の中にありますけれども、やはり所々において、節目節目において、もう一度
私は神様から愛されている、神様から救われているものなんだ、私の神様は本当にこの聖書の神様なんだということを思い返し続けなければですね、まあ簡単にこう偶像に流れてしまうんだな、そのようなことを思いますね。私たちの信仰生活の中でも時々チェックが必要なんじゃないかなと、そのようなことを思わされます。そして18節以下、まあ、先ほども出たんですけれども、こんな言葉がたくさん出てきます。一般の人々は皆バールの宮に行ってそれを取り壊し、その祭壇とその像を徹底的に打ち砕き、バールの祭司、マタンを祭壇の前で殺し、祭司オホヤダは主の宮の管理を定めた。19節、彼は100人隊の長たち、カリビとこの衛兵たちと全ての一般の人々を率いた。彼らは王をシドミアから連れ下り、この衛の門を通って王宮に入った。彼は王を王座につけた。20節、一般の人々は皆喜び、この町は平穏であった。彼らはアタルヤを王宮で剣にかけて殺したからであると、このように書いてありますね。このことを思うときに、私たちがまず思うことは、まず、やはり偶像というものを取り除いて神様をまず第一にするということですね。そして、その中で本当にこのきちっと私たちの優先順位がはっきりしてくると、やはり町は平穏であった。しかもですね、この人たちはですね、別に国を混乱させることではなくて回復させることをしっかりと見ていたので、やはり、この町は平穏だった。まあ、ほとんど多くの人死にがなくですね、平穏にそのことになったということを見ることができるんですね。まあ、ここで一般の人々っていうふうな表現がね、今日のこの場所ではたくさん出てくるんですけど、一般の人々っていうのは何もですね、庶民という意味では実はここではないんですね。まあ、ヘブル語ではですね、ちょっとこう言うとですね、発音難しいんですけど、アンハーレツというね、呼び方をしますけれども、これは地の人々、地の人々、地面の地ですね、の人々ということなんですね。むしろ庶民というよりも地主さんたちというような感じですね。庶民なんだけれども、地域のリーダーシップ的なね、地主さん、村長さんとか、そんな感じのね、民の間の民間の指導者たちだった、そのようなことが思わされますね。この民間の指導者たち、地の人々ですから、神様から与えられた土地を大切にするような人たちです。ちょっとですね、国家主義的思想を持っていたかなと思います。そういう人たちがですね、一気に、この、もともと来たダビデ王様の正当な後継者、一気に動いたんじゃないかなと思います。でもですね、一番大切なことは、私たちと神様との関係を回復するときに、私たちには平安があるということを思うんではないかなというふうに思います。今テロップに出ましたが、心に平安がないとき、皆さん何をしますかという質問をしました。私たちの心に平安がないとき、それはですね、はまらないといけないところにはまるべきものがはまっていない。つまり私たちの心の拠り所、一番大切なところに大切なものがはまっていない。私たちの大切なところ、第一のところに神様がはまっていないと、やはり心が揺れるんじゃないか、そのようなことを思います。私たちは心に平安がないとき何をしますか？クリスチャンの私たちは本当にこのことをお勧めしたいと思います。私たちはやはり神様の約束を思い出す。神様の約束、御言葉を思い出す。皆さんが本当にいろいろな難しさ、もしくは心の平安がない、やっていいのか、やらなくてもいいのか、そのようなことを思うときに、悩むときに、重荷を持っているときに、じゃあどうしたらいいか、御言葉に立ち返るということ、神様を第一にして、自分が、主語が自分がじゃなくて、神様がどう思われているか、本当に謙遜な思いを持ってみると、心に平安がなってくるんじゃないかなと思います。神様の願いは何かな？唯一です。いつも簡単なんですが、単純に考えましょう。神様は人と今関係が崩れているので、
この関係を元に戻したい、回復したい、そのために聖書があります。そのためにイエス様の十字架があります。御言葉を一つだけお読みしましょう。マタイの福音書の11章の28節から30節までをお読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。皆さん、迷う時にはイエス様を思い出しましょう。Thank you.